こんにちは、ドクターネッケスです。今日はですね、ごめんなさい、時間がないんで簡単なもんやろうかと思いまして、ボックス紹介ですね、僕の手札紹介していきたいと思います。レアリティ順に並べてみて、星6は全部で今10体ですね。体調は全力剣八、力の挽回15で、グリム城に技剣八で銀と、なんか音がブツブツなるかも、大丈夫かな、無月15、ホロカイゼン、バラガンに、これはランブ白ですね。まああとはゆっくり流していきましょうか。そうね、覚醒できる人も随分増えてますね。平子とかね、覚醒させた上で必殺技レベルマックスにもできますね。イチゴもネタ的にイチゴを覚醒させるかな。レベル違う、必殺技レベル5まで上げてもまだ余るレベルだな。かぶるやつはかぶりますね。マユリにネリエルに、言うて使ってないキャラがほとんどですね。室外はね、これ必殺レベル2とかなんじゃないかな、2ですね。なのでこいつ入れたら3ですね。また完全ホロカイチゴとウルキオラのこの覚醒は楽しみですね。ここから降臨系ですね。最初 ね、ネルを覚醒させようかと思ってノイトラいっぱい手に入れたのに、その後に無月イチゴが来ちゃったから、いやもう即属性はこいつでいいだろうってなっちゃったんだよね。というふうに室外を上げようかなって思ってあげたやつじゃないかな。これはなんか音がブツブツするな、申し訳ない。アイゼンで必殺技レベルの検証をしたかったんですね。今年またクリスマス復刻になるんかな。正月とかね、せめて属性は変えてほしいですよね。今日ねちょっと病院で録音録画してるんで、ちょっとねマシンのスペック的に音がなんかひどくなりますね。ステータスかな。今はレベルマックスになってないのはこの、降臨の駒村だけですね。でクエストは もちろん 100%、 体調、バトルが先週全然できなくてっていうか、早々に負けたからやる気なくなって、今週頑張ってます。そうか、フレンドの話もう一度ね、明日以降にちょっとお話しさせてください。フレンドを募集した件に関して、図鑑久々に見る気がする。結構星6増えたんですね。水着とかの抜けがあったりね。クリスマス正月とかね、バレンタインとか、ここら辺頑張れてないな。
後輪は一応全部確保しております。星音は京都体験版の時以外はあとは限定ものですね。これはひなもりと、周平ランギクですね。残白とはそのうち出るでしょ。あ、星音の俺手に入れてないじゃんここで知った。星音の真白と駒村手に入れてない。ちょっとやろうっていうとこですかね。これ見せればよかったな。はい、こんな感じですね。今日はちょっと手短に終わらさせていただきます。ちょっと音がひどくてすいませんでした。以上ドクターナイキーズでした。お疲れ様でした。